オクラスリスリ。こんにちは。なんかスリスリしちゃうんだよね。なんでだろうね。あ、コマの鼻センサー発動。取れると思ったんだけどね。相手は素早かった。それでは気を取り直してオクラの続きと参りますか。丸オクラは大きくなっても食べれるとはいえ、ここまで大きくなると難しいね。立派に育ったね。20センチ超え。売ってるオクラって10センチくらいだから倍だね。なんか結界張られたんですけど。何も起こりませんよ。この独特な匂いが気になるんだよね。多分丸オクラは五角形のに比べて表面がツルツルしてるので、ガサガサ感覚が心地よいってわけじゃないんだけどね。やっぱこの匂いなのかな。無限にスリスリできちゃうね。スリスリしすぎたかな。よし、これくらいにしておくか。オクラ枕、いいわ。オクラは猫も食べて大丈夫なんだって。どうもスリスリしちゃうんだけど、これってコマだけなのかな。皆さんのうちの猫さんはどうだろう。よかったらコメント欄で教えてね。ご視聴くださりありがとうございます。それではまた別の動画で。